諏訪神社は、京都府相良郡南山城村大畑、田山松寺堂山一にある神社、室町時代より存在していたと考えられている。はじめ旧東大明神という名称で、宮殿三村の氏神として、祭り、観音寺の住職が祭祀を司,を司っていたが、明治維新の寺社分離の方針により、明治4年1月諏訪神社と改め、竹見南方神を祭神とした。 昭和10年に森山神社を合祀している。11月3日の田山花踊りは、雨乞いや五国宝上を祈る神事。期限は定かではないが、安永2年には踊りが奉納されていた。雨乞い踊りとしては現存する唯一の伝承で、雨乞いとして奉納される踊りの中で最高位のものである。ガンスマ氏に芸能で踊っていたものが祭礼になっている。以前は、 祭礼として10月17日に神事と共に奉納されていたが、近年は11月3日に行われている。神社から約200メートル離れた旧田山小学校のグラウンドで踊りを待った後、入りは行列で神社に向かい、境内で踊りが奉納される。踊り手は中、踊りと呼ばれ、青年12人が約1.5メートルの竹に造花や紙飾りをつけて背に担い、 ハリボテの格好を腰につけて踊る。大正時代に一度途絶えたが、田山花踊り保存会によって、昭和38年に復活。昭和53年に南山城村の無形文化財に指定。昭和59年に京都府の無形民族文化財に指定される。衣装の長羽織は、約50年使い続けていたが、色落ちやほころびが目立ち始め、 平成28年に復元、新調している。ありがとうございます。